短期間銃は、拳銃弾を使用し、個人が抱えて射撃できる小型の機関銃のことである。サブマシンガン、機関拳銃、機関単銃とも呼ばれる。英語のサブマシンガンは、第一次世界大戦後の1919 19年、トンプソンサブマシンガンの発表時に、小型機関銃という意味合いで開発元の王と、オードナンス社によって造語されたものである。 この言葉がヨーロッパに広まるのは第二次世界大戦後でイギリスでは同種の下記を指してマシンカービンという語が使われていたドイツ語では MP18 の発表時に造語されたマシーネンピストーレという語が用いられるその畜語英訳であるマシンピストルはサブマシンガンと同様に短期間銃全般を指す語として使われることもあるが特に フルオート射撃が可能な拳銃程度のサイズの自動火器を指すこともある。メーカーや組織によっては、小銃弾を使用する小型のアサルトライフルにも、短期間銃を意味する名称、分類を与えることがある。また似た語に、軽気関銃があるが、軽気関銃とは、ライフル弾を用いる、不評支援用の火器であるので、短期間銃を軽気関銃と表記するのは間違いである。 短期艦銃は近接戦闘に特化した銃である。短期艦銃の登場は第一次世界大戦に遡る。当時は残壕戦が戦いの中心であり、浸透戦術によって残壕に侵入しようとするドイツ突撃隊が新兵器の短期艦銃を優先的に装備した。残壕内の狭い空間での戦いは近接戦闘の連続であり、 短期間銃が適していた。従来の着剣小銃は、長い重心により、射程で短期間銃に優越していたが、残壕内では取り回しづらく、白兵戦や射撃を行うのが難しかった。一方、短期間銃は携帯性に優れ、狭い空間での取り回しが容易だった、残壕内の白兵戦にも適していた。また、連射による制圧も行えた。その後、 連発能力が低いボルトアクション小銃を保管する存在として各国軍や警察に採用された。第二次世界大戦が始まると連射によって弾幕を張ることができる短期間銃は狙撃が必要な小銃に比べて新兵の訓練期間が少なくて済むこと、構造が単純で安価であることなどの理由から大量生産され使用された。 第二次世界大戦後は東西陣営でその運用思想が異なる。東側陣営では不評用消火器の全自動射撃能力を重視し400メートル前後までの中距離射撃にも対応できる突撃銃を開発、採用したため短期間銃は小型、携帯性を生かした護身用途が中心となった。西側陣営では 高威力の反面で、全自動射撃には、不向きな7.6ミリ51ミ、mm、リメートルな投弾が、アメリカの主導で採用されたため、短期間銃は、全自動射撃を補うための不評用火器として、5.56、45ミリメートルな投弾を使用する突撃銃が、登場するまでは、軍の第一戦でも使用され続けた。従来の短期間銃は、 射程が短いため機外範囲を限定できる反面、ライフルやアサルトライフルに比べると命中精度は悪いため、主街地での使用は5射の危険が大きかった。しかし、1960年代に H&KMP5 などの高精度の短期艦銃が開発されると、特殊部隊や警察においても、それらを近距離戦闘用等に採用するようになった。 犯罪者が利用する短期感銃も、また大変な脅威になり、22LR 弾のような、昇降系弾丸であっても1箇所に多数被弾すると、ボディアーマーを貫通することがあるため、多くの国では、銃規制の対象である。銃規制の緩やかなアメリカにおいても短期感銃の、民間用モデルは、重傷がなく手でしか保持できない拳銃の形状か、重心を延長して隠し持つことが、 難しいカービン銃の形状に改変しないと、一般販売を許可されない。またフルオート射撃機能を廃して、セミオート射撃専用の状態とする規制もある。ブリタニカオンラインでは、短期間銃という語を次のように説明している。短期間銃とは、比較的低エネルギーの拳銃弾を用い、腰、または、肩から射撃される軽量かつ、自動式の消火器である。 サブマシーンラン、ライトウェイトオートマティックスモール、アームズウェポンチャンバードフォーレラティブリーロー、エネルギー、ピストルカートリッジズアンドファイアードフロムザヒップ。オアショルダー、ドイツ語電子辞典では、短期間銃という語を、近接戦闘に用いる、自動式のフルオート書きと説明している。防衛省企画書き用語の中では、短期間銃、機関単銃、機関拳銃、 マシンピストルを区別なく、サブマシンガンあるいはマシンピストルに相当する語として、拳銃弾を連続射撃する銃。半自動及び全自動の切り替えが可能なものが多い。と定義している。ビラールペロサ M1915 ベルグマン MP18 ベレッタ M1918 世界で最初に実用化された短期艦銃は第一次世界大戦末期に、 ドイツ帝国軍が開発した MP18 である。ただし、拳銃弾を使用するフルオートマチックの銃としては、イタリアのビラール・ペロサ M1915 の方が、MP18 よりも早い M1915 の、前身は、アビエル・ベテル・レベリディ・ボーモン・が1914年に開発した拳銃弾を用いる航空機用の小型機関銃である。 軽機関銃として運用されたこともあり、通常は短機関銃の一種とはみなされない。ただし、M1915 の運用に関する試行錯誤は、イタリアにおける短機関銃開発の発端となり、M1915 を改造した短機関銃、ベレッタ M1918 が MP18 と、ほぼ同時期に採用されている。そのため、M1915 と、 MP18 のいずれを世界初の短期間銃とするべきかについては研究者の間でも意見が分かれている。1915年、ドイツ小銃試験委員会は残豪戦に適した新型火器の要件を示した。この新型火器は軽量、フルオート、単射程の火器、すなわち拳銃の軽便さと機関銃の火力を兼ね備えたもので、 なおかつ構造が単純で、兵士一人で、運用可能なものであるべきとされた。最初に提案されたのは、ルガーピー08の超重心モデルに重傷とフルオート射撃機能を追加したものだったが、発射速度があまりにも高く、銃口の跳ね上がりも大きすぎたため、試験を経て却下された。1916年までに、アンドレアス・ビルヘルム・シュバルツローゼとヒューゴシュマイザーによって、 全く新規の設計案が提出された。1918年、シュマイザー設計案が MP18i としてプロイセン陸軍省に採用され、5万丁が発注された。1918年3月のドイツ軍最後の大攻勢において、残豪戦の膠着状態を打開のために編成された。 突撃不評に、MP18 約5000丁が配備され、大戦果を上げた。しかし、ドイツ帝国軍はこの構成を持続できずに敗戦を迎え、戦後のベルサイユ体制下で、MP18 の配備は禁止された。スオミ KP、M31 主体や MP34、バレルジャケットの右先端に銃剣を装着した、状態第一次大戦直後に、 トンプソニエム1921が完成し、アメリカ陸軍が興味を示したが、戦後の大軍縮の影響で大量配備には至らなかった。当時、短期間銃に最も興味を示したのは、禁酒砲火で密造種の製造や、種類の密輸で急成長し、相互の構想のエスカレートから、武装強化を図っていたギャングたちと、それを取り締まる、司法組織であり、 ロシア革命の影響で勢力を拡大した労働組合のストライキを主とする実力闘争を鎮圧する需要から成長していた民間の警備会社や組合側が自衛のために雇ったマフィアなどの武装集団も格好の武器として多用した。また国外に輸出されたトンプソン M1928 は中国、欧州、中東、中南米など全世界で使用され、 ニカラグア革命では鎮圧のため同国へ侵攻したアメリカ海兵隊がジャングル戦で同銃を活用したサンディーノの革命軍に返り討ちにされる事件なども発生し戦艦機を代表する短期艦銃となった。1930年代のギャング映画ではシカゴピアノ、シカゴタイプライター、トミーガンの通称でトンプソン M1928 しかも50連ドラムマガジン付きの機種が派手な小道具として品質しギャングの武器というイメージを世界中に印象づけることになった。米国トンプソン M1 カナダの兵器工場で製造中のステン短期艦銃、第二次大戦下では省力生産可能な短期艦銃が大量に量産された第二次世界大戦でドイツ軍が使用した MP40 ドイツでは ヒトラー政権下で再軍備が始まると、戦車に随伴する不評の下記として、短期艦銃が見直され、スペイン内戦に派遣されたドイツ義勇軍のコンドル軍団は、MP18 の改良型である MP28、短期艦銃を使用し、その価値が実証された。対戦初期の電撃戦の成功にも、短距離ながら濃密な弾幕を簡単に形成できる短期艦銃は大きく貢献した。 これは当時の不評が通常装備したボルトアクション方式の手動ライフル銃は即射が効かず、またリーチの短い銃剣に比べ近接戦闘における短期間銃の制圧火力が圧倒的だったためである。同時にピストルを装備していた下級将校の防御力不足が判明すると一般の不評と同じく小銃装備だった。 歌詞館たちともども短期間銃の配備が計画され、増産が図られたが、MP28 は、小銃と同形態の削り出しレシーバーや木製ストックで製造された銃器であり、生産性は良くなかったため、レシーバーなどを後半プレスで生産し、ショルダーストックも金属製とし、 ベイクライト部品を導入するなど、新しい製法を導入して生産性を著しく高めた MP38 や、その改良型である MP40 が作られた。MP40 の評価は特に高く、配線まで大量生産され総生産数は100万兆に達した。戦後もイスラエル国防軍の主力重機の一つとなり、南アメリカやアフリカといった過酷な環境でも長年、 使用されている。同じ頃に、フィンランドへ侵攻したソ連赤軍は、スオミケピー3 1を装備した、フィンランド軍に苦戦した経験から、これを参考に製造された、PPSH-1941 が、採用され、独祖戦やその後の満州侵攻で大量に使用され、当時これを見た、日本人の間では、マンドリンの通称で記憶されている。 短期缶銃の運用でドイツに遅れを取ったイギリスではダンケルクからの配送で装備の多くを失った数十万の自軍兵士のために生産コストを重視した設計のステン短期缶銃が開発され玩具メーカーまで動員しての大量生産が行われた。同銃はイギリス軍や植民地軍の他にもドイツ国防軍や日本軍の 戦領下各地で活動するレジスタンス勢力へパラシュート投下される援助兵器としても広く用いられた。米国ではトンプソンが第二次世界大戦の開始とともにイギリス軍やアメリカ軍で本格的に使用され、中国大陸やフィリピンでは露革された銅銃を日本兵も使用するなど敵味方を超えた絶大な人気を誇ったが、 生産性が悪いため変わって開発された M3 が1943年に採用されることになる。自動車メーカーの後半プレス技術を用いて開発されたこの銃は MP40 やステン短期間銃の影響が明白であった。第二次世界大戦後の多くの国では短期間銃の配備を続けた。しかし戦後に超大国として出現したソ連は戦中に ドイツが開発した STG44 の流れを組む AK-47 を短期間銃と小銃を兼ねる存在として採用したためソ連の影響下にあった東側ブロック諸国では大量の短期間銃が退役し冷戦下で勃発した世界各地での紛争に安価な援助兵器として大量投入された逆に西側ジミエでは高威力長射程だが 反動も強い 7.62X51mm、NATO 弾が、アメリカの強い後押しで、NATO の共通新型小銃弾として採用された、結果、AK-47 と、同世代の西側製突撃銃である FN フルや、H、H&KG3、スプリングフィールド M14 はどれも、フルオート連射時の反動制御が難しい上に、全長も、概して長いため、 戦車兵やヘリコプター搭乗員などの自衛用に短期艦銃の配備と運用が続けられた。拳銃弾は小銃弾に比べて発射ガスの量が少なく低圧で、初速も遅いためにサプレッサーの効果が得やすい利点があったため、発射音を抑制した短期艦銃はゲリラ戦やテロ活動には格好の武器であった。特に中国は様々な改良を繰り返し、 この声と呼ばれる独自の小音短期間銃を発展させており、朝鮮戦争やベトナム戦争では、共産側勢力がサプレッサー付け短期間銃を投入して、山岳地帯やジャングルでのゲリラ戦で多用し、アメリカ軍を苦しめた。IMI 宇治戦後に出現した短期間銃であるイスラエルの宇治サブマシンガンは、L 型ボルトと呼ばれるアイデアで全長を短くして、 携帯性を向上させたものだったが、このアイデアを取り入れた小型の短期間銃は、以降の主流となり、イングラムウェム銃や日本の陸上自衛隊が採用した9ト、mm、ル機関、拳銃なども、この系統に属している。H&KMP5A3 その後、1977年の、ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件では、GSG-9 が、 ドイツ製短期間銃 H&KMP5 を用いて鎮圧に成果を上げ、その名は一挙に広まった。MP5 シリーズは、クローズドボルト発射方式とローラー遅延式、ブローバックを用いた独特の構造により良好な命中精度と集団性を実現した、拳銃弾を使用するアサルトライフルとでも言うべき短期間銃だった。精密な構造から、 従来の短期間銃よりずっと高価で整備に手間がかかるという欠点があったものの、警察、特殊部隊を中心に広く採用された。また、近年ボディアーマーが進化、普及し、従来の拳銃弾ではこれを貫通するのが困難となったため、FNP-90 や H&KMP-7 のようにライフル弾を小型化して貫通力に優れた新しいダニが開発され、 近距離でアサルトライフル並みの貫通力を実現した存在である PDW と呼ばれる新ジャンルの下記が登場している。PDW は車両などの搭乗者や後方勤務の兵士が自衛のために持つことを想定したものであり短期間銃を後継する存在と考えられているが実際の採用例はまだ少なく多くの軍隊では PDW 用途として アサルトライフルの重心やストックを短縮化したアサルトカービンを用いているほか、新型のアサルトカービンに PDW の名称のみを冠した新型 PDW も開発されている。なお、PDW の元祖的存在である P90 を開発した FN 社は、逆に PDW 専用弾を使用する拳銃 FN57 を開発している。 兵器の分類と呼称は、技術の進歩や、戦術の変化、しばしば政治的な理由により、時代や国により異なる。日本では、軍隊と、警察、陸軍と海軍といった、組織間で訳語が異なる。特に短期間銃ではその傾向が強い。公式な名称がどうあれ、日本兵一般の間では、一般に、自動小銃と短期間銃が春別されていなかった。 旧軍兵士の回顧録や戦記文学では、後戦国の兵士が使用していた短期間銃が自動小銃と形容されることが多い。陸軍では落下三部隊用に正式採用した百式機関炭銃からわかる通り、サブマシンガンを機関炭銃と呼んでいた。しかしそれ以前には自動炭銃と呼んでいた時期や自動小銃と呼んでいたことさえあった。また、 海軍では輸入して装備した MP-18 などを自動拳銃と呼んでいる。日本陸軍も他の列強諸国と同様に、第二次世界大戦の海戦まで機関単銃を重要視していなかったが、連合国軍との交戦を通じてその価値を理解した。戦争後期には100式機関単銃の配備を進め、フィリピン戦や沖縄戦では多数が使用されている。陸上自衛隊では、 米国製の M3 サブマシンガンを 11.4mm、短期間銃 M3A1 の名称で正式化していたが、1999年に導入された、ミネベア三つミ社製の短期間銃は 9mm 機関拳銃の正式名で採用した。なお、防衛省では短期間銃機関単銃、機関拳銃、 マシンピストルの4つをいずれも区別なく、サブマシーンガンあるいはマシンピストルに相当する、5としている。また、日本警察の特殊部隊、重機対策部隊、成田国際空港警備隊、原子力関連施設警戒隊、特殊班捜査係、海上保安庁の特殊警備隊、海上自衛隊の特別警備隊には、機関拳銃と称して、ドイツ、ヘッケラー&、 候補者の MP5 短期間銃が導入されている。ありがとうございます。